どうもラッシュゲーミングのグリードです。この度ラッシュゲーミングはアストロゲーミングさんと、スポンサー契約を締結しました。アストロゲーミングさんといえば、本当もうずっと僕がね海外大会に出場した時からもね、すごくお世話になっているゲーミングブランドです。まあ、アストロゲーミングといえばやっぱりこう COD、コールオブデューティーのイメージが強いのではないかなと思います。本当にずっと昔から、海外大会、COD の海外大会でも使われてますし、今はですね、CDL、コールオブデューティーリーグっていうね、世界大会のプロリーグの方でも公式ヘッドセットとして、使われてます。またですね、スポンサー契約を発表した時に、同時に発表しました A40 のスピーカータグですね、本当これのラッシュ仕様が発表されました。これもねまたまだねちょっとデザインの方は確定してないんですけど、また情報ができ次第、発表したいと思います。こちらのねスピーカータグ、日本では初のねこうチームのこのスピーカータグということで、まあ、デザインもかなりかっこいいものに仕上がると思うので非常に僕も楽しみであります。さらにアストロ製品を購入する際に 5% オフになるディスカウントリンクもねこちら概要欄の方に貼ってあるのでぜひ使ってください。でこちらね使っていただけると僕たちも非常に嬉しいのでよろしくお願いします。これからアストロゲーミングさんとは様々なこうイベントだったりも開いていくと思うので、まあ、ラッシュゲーミングのツイッターとアストロゲーミングさんのツイッターねぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。そんなアストロゲーミングさんからね今回こんなものが届きました。アストロ A50 ワイヤレスヘッドセットのベースステーション付きです。まあ皆さんアストロゲーミングといえば A40TR のミックスアンプのセットとかね、すごく一番知ってたりとか、あと使ってる人も多いと思うんですけど、こちらはですね、アストロ A40 とミックスアンプの機能が一つにまとまった、ワイヤレスヘッドセットになります。ではこのいただいたね、アストロ A50 を、まあ、COD 競技シーンでプレイしてた僕がね、ちょっとレビューしていきたいなと思います。はい、では早速ね、開封をしていきたいと思います。この箱にはね、デザインがこうアメコミヒーローっぽいものがね、書かれてます。非常にこう質感もね光沢感があって非常にかっこいいですね。でこちらこんな感じで開けると、はい、まずドゥドゥンとアストロヘッドセットがねまず入ってます。でさらにここでこのコンソール機に挿す光ケープですね。でこの下にはよいしょ、まず説明書ですね。説明書とその下にこちら、ベースステーションが、これが充電するのとこうミックスアンプの機能が合わさってるものになります。でさらにこの下には、こちらですね、 USB ケーブルが入ってます。はい、こちら A50 ね箱から取り出したんですけど、この A50 の優れた点として、そのもうすでにゲーム用にチューニングされてるので、例えばもう FPS とかでもすごく足音が十分ね、もう最初から聞ける状態になってます。さらにこちらドルビーオーディオっていうね機能がついてて、まあ、サラウンド機能なんですけど、まあ、すごく迫力のある、音になります。まあ、例えば COD のキャンペーンとかですね、こうどっちかというと足音ではなくこう迫力を楽しみたい方にね非常におすすめな機能もついてます。まあ、僕もこのコールオブデューティーの競技シーンでずっとプレイしてきたんですけど、まあ、やっぱりこう FPS において一番もう重要って言っていいほどなのは、やっぱ足音ですよね。でも最近流行ってこうバトロワゲームとかもう特に足音が重要なので、やっぱりこうヘッドセットっていうのはね本当プレイするには絶対欠かせないものじゃないかなと思います。こちらの A50 はですね、アストロ A40 のミックスアンプと同じ性能を保ったままワイヤレスになってるんですよ。なのでアストロ A40 のミックスアンプと同じぐらいの、ね、足音とかこうワイヤレスでも聞けるっていうね優れものになってます。ワイヤレスのヘッドセットってこうやっぱ性能は良くてワイヤレスだけどちょっと重さがあるっていうものがやっぱ多いじゃないですか。なんですけどこちらの A50 は A40 とね体感も重さはほとんど変わらないですね。なんか 5g ぐらいしか違いがなかった。こちらの方はちょっと重いのかな。だけど全然ね僕その A40 と同じぐらいの感覚で使えますし、この構造がねなんかこことこの両サイドで支えるんですけど、こう負担がかかりにくい構造にもなってるらしくて、
体感でその重量ほど、重く感じないですね、使ってて。なのでもうすごい長時間のプレイにも耐えられると思います。あとよくね、質問でこうメガネかけてる状態だと耳がねこう痛くならないんですかっていうコメントもあるんですけど、僕はね全然もう痛くならないですね。このイヤーパッドの部分も非常に柔らかいですし、まあその辺は心配がないと思います。では今からこの本体の機能について紹介していきたいと思います。まあ、こちらのヘッドセットね、最初に説明した通りこうワイヤレスなので、コードがねありません、一切ありません。でこちらのワイヤレスの使用距離も10メートルなので、まあこれをつけたままもう別の部屋に行ったりっていうこともね、可能です。はい、まずこちらがね電源ボタンになります。でその下がこうドルビーオーディオサラウンドの切り替えですね。でちなみにこうつけた状態でこのボタンを押すとこうドゥッドゥッっていう音が聞こえるんですよ。なのでこうつけた状態でもこう切り替わったかどうかが分かるっていうね仕様になってます。でこの下がイコライザーの設定ですね。 A50 は最大3つまでねイコライザーを設定できて、まあこちらのボタンを押すとその3つから切り替えできるんですけど、アストロコマンドセンターっていうねソフトの方で自分の好みに合わせてカスタマイズができるようになってます。まあ低音重視だったり高音重視だったり、まあ本当これはかなり細かく設定できるので非常におすすめになってます。で一番下がここ、全体の音量の調整ですね。まあこういう風に手をかざしてくるくると回せば、まあ、全体の音量が調整できます。でこちら A50 のこの側面の部分ですね、まあ、こちらにこうゲームとボイスって書かれてるんですけど、まあ、ここでこうゲーム音とボイス音の調整がここで可能です。このゲームって書かれてる方を押すとゲーム音が上がって、こちらボイスっていう方を押すとボイス音が上がります。で、まあ、フレンドと通話してて、まあ、ちょっとフレンドの声が小さいなってなったらこのボイスの方を押していただければ、ゲーム音よりこうボイスの方がちょっと上がっていくという風に手元でねすぐ調整ができるようになってます。はい、お次にこのマイクなんですけど、こちらも単一指向性マイクになってて、まあ、いわゆるこっち側ですね、本当にこのマイクの先しか拾わない、自分の声しか拾わない、仕様になってるので、こう雑音だったりとかがすごく入りにくい、ものになってます。こちらのマイクはこういう風に上に上げるフリップするだけで、ミュートになります。でまたこれ下ろすとこれねオンになりますね。でさらにこのアストロコマンドセンター、さっき言ったソフトですね、そちらの方でマイクの感度やサイドトーンなども、細かく調整できるようになってます。あ、テスト、こちらアストロ A50 マイクの方を使用して現在喋っております。このようにこちらアストロコマンドセンターの方でマイクのレベルだったり、サイドトーンだったりを調整できます。ノイズゲートは、ストリーミング、夜、ホーム、トーナメントの4つね種類があるんですけど、現在ストリーミングのノイズゲートになってます。でこちらちょっと言えない夜にね、僕が喋ってる、まあ、ノイズゲートなのであまりこう違いがもしかしたらわからないかもしれないですが、このように変更ができますよと。 A50 の充電なんですけど、こちらのベースステーションにこのヘッドセットをこう置くだけで充電できます。このねベースステーションにこう置くだけっていうのが、まあ、すごく楽っていうのもあるんですけど、こうヘッドセットスタンドにもなるっていうのがね個人的に好きです。やっぱり A40 はこうヘッドセットスタンドどうしようかなみたいな、まあない場合はこうテーブルの上にそのまま置くしかできなかったんですけど、まあ、この場合こういう風に立てられるので見栄えもすごくいいですし、まあ、すごくここが気に入ってます。そしてこの接続部分なんですけど、ちょっとマグネットになってるので、まあ、軽く押した程度じゃね倒れないようになってるので、まあそんなすぐ倒れるっていう心配はないんじゃないかなと思います。またこう外した時大体まあこういう風に置くので、まあ、充電のし忘れっていうところもないと思いますね。では次にアストロ A50 の接続方法について説明していきたいと思います。で接続にはこちらのねベースステーションを使います。こちらのベースステーションの正面側ですね、こちらに充電の状況だったりとか、あと繋いでる PC モードか PS4 モードかっていうねモードも表示されてますし、あとドルビーオーディオのオンオフもねここに表示されるので、本当もう一目瞭然で分かるので、まあ、非常にね、使いやすいんじゃないかなと思います。このベースステーションの配線なんですけど、こちらが正面 でこの後ろ側に全部ケーブルがね、ついてます。でこの一番右が、マイクロ USB、 こちらが電源になってます。こちらのオプトインですね、こちらはこう PS4 とか PS5 とか
光ケーブルをですねコンソール機に挿してつなげるものになります。で一番左はこう PC と PS4 の、コンソール機ですねのモードの切り替えがこちらでね、できるようになってます。デスクとかにね置いた時にすごい配線がすっきりしてます。もう全部後ろ側なので、まあ、この辺りもねこう配線気にする方にとってもすごくいいんじゃないかなと思ってます。こちらの A50 は PS5 などの次世代機にも対応してます。でちょっと注意点として PS5 は光端子のケーブルがないんですよ。なので別売りの Astro HDMI アダプターっていうのをね購入する必要があります。この HDMI アダプターを使えば USB と光デジタル両方で PS5 に接続することができるので A50 をフルで使うことができます。こちらの A50 は A40 と同様に MOD キットがあります。まあ、こういう感じでこうイヤーパッドをね変更できるんですけど、こちら通常が開放型で、モッドキット買えば密閉型に変更できます。まあ、よくヘッドセットってこう開放型と密閉型ってこう分かれてて、まあ、両方欲しい場合は2つヘッドセットを買わないといけないっていうね場合もあると思うんですけど、まあ、こちらの場合はこうモッドキットを買えばその開放型と密閉型どっちもね、自分の好みでカスタマイズ変更ができるっていう点はすごく、まあ、僕個人的に大きいんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。今回のアストロの A50 の購入リンクなどは動画概要欄に貼ってあるのでぜひそちらからチェックしてみてください。というわけでチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。